わあ、始まりました。あら、いないあら、いないけども始まりました。すいません、駆けつけたんですけどもね。はい、今夜も始まりました。 SBL 東京のスキニーやっちゃったねも始まりました。もう一回行きますか。二人だけど、二人だけどね。そうですね、はい、SBL 東京のスキニーやるぜあ、顔赤いって言われてバレてる。ここに光当たればまたやるのかよって言われてるから。いや、ほら顔赤くない。いいな、うん、顔赤くないよ。いいっすね。はい、始まりましたけども、どうすかどうすかいや、マジでノープランで来ちゃって。いや、まあ、確かに確かに、はい、本当に申し訳ないですけどもはいはいはい、何もない。もうあとはもう一人待つのみですからね。いや、別に待たなくてもいい。いいんすか、うん、省いちゃって、うんうんうん、何もない。あ、先日あれですね、なんだっけ、ジェントリーと行動、昨日。あ、はい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 、はい、はい、あ、ハゲバレるどっち、こうラストオン負けた、持ってかれたやつですよね。あ、そう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 、はいはいはい、どうだったの。うわ、でもなんかそのジェントリーの人はやっぱシャンパンとか結構みんな出してたっすね。なんか一人が二人が、ああ、そうそう、だからすげえなーって思って。そう、で、サーティーンはちょっとまあぼちぼちみたいな感じだったから、うん、負けちゃやばい。そうだね、そうだね、合同営業。昨日はジェントリーとディアサーティーン、そしてジャムとディアーズが合同営業やってたんですけども、まだ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 、あとで紹介するからちゃんとちょタイミングタイミングちゃんと伺って。いや、昨日はね、その一部隊でやってる4店舗が合同営業やってたんですけど、ね、うん、ああ、そう、全然忘れてたあったと思ってるよ、普通に全然忘れてた。合同営業やってたんですけども、ほんとね、ジャムとディアーズのラストンが龍也だったんだよ。あー、こっちが大鳥かなめくんっていう。あー、かなめくん、うんうん、だったっすね。ね、イケメン勝ったと思ったっす、僕普通にいけたと思って、うんうん、あたあた見たら何万差だろう、2万とか3万とかそのぐらいとか、うん、みたいな。なんか知らん、やっぱラストってそうじゃないですか。うん、楽しいね。わかんないじゃないですか。楽しい楽しい。合同営業ね、盛り上がってるんで、ぜひぜひ、合同営業なの嫌だとかって言わないでね、ぜひね、来店してもらえたらいいなと思います。いつもより従業員が気合入ってるから。間違いないですね、それ確かに。いつもよりいい感じのパフォーマンスでね、皆さんの、まあのことをお迎えできるのかなと思いますので、よろしくお願いします。いつもより飲むし。お願いします。ちょっとね、もう乾杯したいところなんだけど、まあまあ人ね、本当にちょっと今日スペシャルゲストが来てくれてるんで名前出とるけどマジで。そうだね、お呼びしましょう、フィリッパ・ランチュー先生です。イエーイ、バック起きなよバック、バック起きなよ。あの、最近入りました、最近ディアンサーティーン入りました、フィリッパ・アラン13世って言います。お願いします。すいません、じゃあもうなんか、ごめんなさい、もうちょっと、いや、完全になんか遅れて、ごめんなさい、ごめんなさい、わざと遅れてるんですよ。まだ1週間ないっすね、入って全然一緒に来れたよね。そうっすよね、ほんとに、はい、名前出さいとか言わないで、リオ社長がつけたから、うん、しかもなんかちょっと新人だとしたら態度でかいっすよね、はい、あ、ごめんなさい、そうそう、ではではこちらちょっともう来たんで、カバーン、片付けがあったんで、すいません、もう、ごめんなさい、片付け、はい、すいません、グイグイ、してねえだろ。あ、俺がそういうこと言っちゃダメだね。あ、大丈夫です、美味しい、うん、
クパ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 ク。いや乾杯。じゃあクピクピじゃない、飲みなよみたいなことで、クパクパって、いやクパクパこういうんじゃないから、クパクパグイグイクパクパみたいな。すごいっすね、ストッククラブでこんな、なんかテレビみたいなやつあるんですね。すげえな、何を言ってんの。はい、ではあの何を言ってんの、自己紹介しなさい。そうですね、あの、はい、ちょっと潜在は紫髪なんですけど、今ちょっと金髪で結構切っちゃったんですけど、フィリップ・アラン13世って言います。お願いします、本当に。あ、もう新人ですもん、本当にお願いします。なんか得意技は、得意技、得意技っすか。もう得意技はそうですね、もうなんですかね、特にないですね、もうこれもう、もう飲みますね、もう飲みます。いや、本当はなんか、じゃあ、まず一気してから言ってます。アランはなんか、今日出たくないみたいな、僕滑るんでみたいな、無茶ぶりだけやめてくださいみたいなこと言ってて、いやもう全然、もう違う、無茶ぶりなんてしてないよね。してないですね、何もしてない。そうですね、初めてなんで、結構なんか、まあ、そうですね、なんかそういうの、なんか無茶ぶりされるのかな、自分から自己に行くじゃん、なんか存在が無茶ぶりやす。いや、まさか悪口やん、悪口やん。いや、いくないですか、悪口やん。今日はでも、え、でも新人ですよ、僕。ちょっとこんなに言われるんですか、もう存在が無茶ぶり。何ヶ月目だ。いや、その手つくのがめんどくさい。すいません、もう6ヶ月目ですよ。無茶ぶりしてない、無茶ぶりしてないんだよ。6ヶ月目ですね、ごめんなさい。もうバレたよ、普通に。ごめんなさい、ごめんなさい、メッシです。ダメでしょ、メッシじゃないでしょ。メッシじゃないです、もうやめたからね、はい、今メッシじゃないでしょ。呼んじゃってるけど、俺もう全然飲んでないし。すいません、もう飲みます。はい、はい、ね、なんかいたねってやべえな。もうやめたみたいになってる。メッシってやついたよね。逆に最初よく通用してたのって、新人君かわいいねとか言って。メッシはもういないから。そうですね、だからもう本当に最後新人で入ってる。そう、だからなんかなんで変えたのかなと思ったけどね、最初。普通にサッカーのメッシって言われてるから。なんかあの話したいこととかありますか、最近気になるニュースとか、みんながよくわかるような、なんか全国の方がわかるような。そうそう、やっぱり暴行は良くないなって。東富士のやつ見て、やっぱり、いや、人間はやっぱ何の世界でもそうなんですけど、暴行は本当に良くないなって思って、うん、そうですね、そうだね、それはダメだよね、暴行について。本当、もちろんなんですけど、うん、やっぱ改めて当たり前ですよ、誰なんかどんな世界でも、うん、まあ、暴行良くないなっていう。ビール瓶で殴ったやつね、本当に日の日、そうそうそう。いや、俺あんまりそのオリオンビール知らない。オリオンビール、ビール瓶でも、そのニュースあんまりわかんないわ。あ、ほんとですか。アズマフジって何、横須賀の人ですよ。うん、え、違う、アズマフジじゃないよ、絶対にっていう人が確かに暴行したのね。絶対それ良くないねっていう話。そうっすよ、そうっすよ、ね、なんか横須賀が、そういえば高菜花部屋のなんか、まあ新人とかを。あー、いや、やっぱでも相撲業界はやっぱりまださ、なんていうのかな、そうそうそう、根強いでしょ、そういうこうなんか縦社会。まあそれありますよ、絶対あるですよ、ね、こういう教育であったり指導っていうのは、はい、暴力からなるさ。あ、まあ確かにそれはある。昔のホストクラブなんてすごかったと思うんだよね、暴力とか。ああ、なんか聞くっすね、確かに。そ、まあ、や、今でもなんかその退入の子とか、まあ、暴力がない店がいいですみたいな、なんか、いや、ないじゃん、暴力。ないです。いや、俺10年、あ、この間10年経ったんですけど。そうですね、10年経りました。あの11月10日でコンガチュレーション。はい、あのこのグループに入って10年経ったんですけど、あの暴力振るわれたこと一回もないし。まあ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 、うん、そう。で、だってそうですね、10年前ですら、そういうなんか鉄拳制裁みたいなのはもうないよね、ダサいっすよね、しかも。じゃあ、うんうん、だったらいいんですね。そう、ないよ。うん、あのジャムにいるあの蒼井文也さんっていう人が思想鉄拳制裁してるところは見たことあるわ。ええー、新人の時に。そうです、マジっすか、うん、冗談で言ったのに。ここのあの男の子のここの部分をもう引きちぎってた。やっばアニメでしか見れない。一番大事なのほすげの部分。もうこれ持ってくる。そうっすね、ビーって。怖っ、やばい。それちょっと嘘なんですけど。黒歴史。嘘かい。めっちゃなんか。いや、なんかまあそんな感じのね、そうそう、営業終わりの揉め事はなんかあったけど、まあ、マジで暴力とか俺は見たの。揉めたら口で終わるっすからね、大体多分。そうです、うん、なんか俺はない。手は出さん、うん、そうだね。まあでもビール瓶で殴ったんだって。
そのそアランが言ったやつそうそれはダメだね。まあ、よくないですよ、ね、なんだろう、ニュースなんか、なんとか一世みたいな。ほら、いや、これなんちゃら13世しか知らない。違う違う違う、それ、それじゃない違う違う違う、なんちゃら13世しか知らない。違う違う、13世とかじゃなくて、違う、なんかあの俳優のなんか二世かわかんないけど、なんかあのなんとか一世っていう名前の人がいるのよ。その人がなんか浮気か不倫かなんかしたらしいの、前に。で、懲りずに今回またなんかあの未成年の19歳の女の子の恋人を作ったみたいなニュースを昨日なんか居酒屋で見て、たまたま。それはすごいなって思う。なんかあの俳優としての立場なのに、なんかそういうことをやっぱ自分のしたいようにするのはダメかもしれないけど、僕はちょっと尊敬しましたね。尊敬した？なんか体裁気にしすぎな人はあんま好きじゃないっていうか。そう、だから人からの見られ方をバカ考えて、あのなんていうんですか、鬼触れちゃダメじゃん。あ、石田一世、まあ、一応あれじゃないですか、19歳と石田一世だと、あ、それか、それだ。あ、石田だとしても11の、あ、多分そう、さんだ、そうだ、そうだとしても、あの、なんか多分恋人だったらありじゃないですか、未成年ってセーフじゃないですか。そうです。で、そういうギリギリなラインをなんか言ったのはちょっとなんか俺はみんなキモいとか思うかもしれないけど、俺はちょっといいなと思ったですね。そう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 、なんかね、あの、やっぱ自分は自分だから、うん、そうそう、やりたいことやっていかないと。はい、もう、あの、うちの店18歳から入れるんで。そうですね、暴力もないと。18歳でも、はい、18歳でもいけるっていう。18歳、お願いします。なんかいや、そうだよね、早くだって、はい、この間21になったばっかりだもんな。僕、そうですね、はいはいはい、そうだよな、はい、先輩なんで、うん、ね、だっすね、うん、まあ、募集中ですよね。いや、さて、もうちょっと話してた、あの、ジャムにいるあの青井文也さんっていう人はもうロリコンだからさ、え、うん、ちょっと来てもいいよ、文也さん。見てる、フルネームで出してほしいです。文也さん、何、フィリップ・アラン13世フルネームで。あ、俺がアランにしたんですよ、うん、わざわざ。だるい。あ、書いてある、ほら、あ、やっぱ石田一世って書いてくれてた。あれ、フィリップ・アラン13世。うるさい。はい、え、もっと いいね、そしたら。え、普通に、まあ、でも本当に暴力はあ、ナッシング・トゥー・マッチ。あ、いや、ないですか。全然だよ、え、どうしたどうした、全然やってくんない。え、どうした、全然やってくんない。前振りがないんだもん。え、前振りがないんだもん。全然前振りがない。ナッシング・トゥー・マッチしたら絶対やってくれるじゃないですか。え、え、どうした、なんか降臨したの。え、一人でやればいいんだ。まだ溶け込めてなかったっすよ、新人なんで。オーマイ、オーマイ、だから二人でやる。オーマイ、二人か三人。ゴッドマンだ、降臨。もうやってやって、オーマイ、なん、オーマイ、いや、今の状況、本当にオーマイガーですね、ほんとに。あー、マジか。え、そこでやろうよ。お前ら、お前ら本当に話してる内容どうでもいいやって一番上に書いてる。マジか、そりゃそうや。はい、じゃあちょっとなんか見てる話とかしていこうよ、そしたら。本当に次、ね、俺テレビクラブの話しようかなと思って。いや、ちょっと、今月に関しては、あの、初回様とかね、力入れていきたいなっていう月なんで。そうですね、そうそうそう、来たも、ディアーズ13に来たことない、まあ、僕ジャムにもね、あの、兼任なんでジャムにもいるんですけど、あの、これを見ているディアーズ13に、え、うん、あ、ルーズです、ディアーズ13に、はい、ディアーズ13に来たことない子。そうですね、うん、そこが一番今日の。ぜひ来てくださいよっていうことで、こういうのね、やってるわけですから。そうですね、まだオープンしたばっかなんで、はい、うん、そうですね。ごしょごしょって喋るのやめない、ごしょごしょって喋るのやめようよ。そうですね、今朝まで喉ぬるしてたんで、結構。え、でも今あれですよ、13のナンバー3ですよ、だから中間でね、はい。いや、新人なんすけどね、って1週間ぐらいなんですよ。あー、さすがだな。え、だからごしょごしょって喋るのやめようって。それはもう全国の皆さんが見てるから。じゃあ、ごめんなさい、もうずるいっすよ。でそれに見合うトークがあるんですよ、だから。いや、もうトーク力が、もう気の抜いたやないですか、抜いてないよ。ひどいわ。うん、いや、だから、まあ、これを見てくれてる、まだ来たことない子をターゲットにして、なんかやっぱりアピールしたりとか、なんていうの、得点をつけたりだとか。そうですね、まあまあまあ、だからいいかなと思うんで、まあ、ちょっと送りにしてくれたら飯食うんですよ。そうですね、もうその一回 CM 挟まなきゃいけないんで、ちょっとミーティングしてから後半お送りしたいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは締め行く前におばさんはやめてくれ。 OK。
やー、ロミジュリも6周年か。ロミジュリっていい店だよね。やっぱ他より稼げるしやめられないよな。私、匠のことが好きなの。いえ、俺んだけ見だから。そうですね、はい、はい、はい、もうちょっと仕切り直していこう。はい、何何何何、大吾に似てるって言われたことがあったんで、ちょっとウィッシュやってみようかなと思って。もう北川景子いけんじゃん。いいや、まあ、まあ、まあ、僕はあれを超えます。うん。石原さとみが可愛い。突っ込んで関節キスする。え、なんの。行き過ぎっすか。やばいよ。あの、わかんない。今日やばい、今日やばい、今日やばい、今日アランの取説ください。やばい、やばい、やばい。今月の CM のアランの取説ください。あの、はい、あの、カスキスするって。いや、知ってる、CM は知ってるよ。うん、行き過ぎですね、そこまでは。行き過ぎなんだ。多分それ、もう石原さとみは無敵行ってきてる。大丈夫かな、これ見てくれてる人、気ないんかな。でも意外と無言が続いた方が見てる人は笑えるかも。ちょっと仕切り直して。うん、そうっすね。今日これ見てくれてる、初回じゃないわ、まあ、来たことのない女の子はね、来てくれたら別にいいよ。別に指名とかじゃなくてもいいもんね。ほんとそうですね。うん、あ、指名、いや、連絡くれたらいいよね。間違いないっす。連絡して。あ、そっか、せっかくあるんだもん、これ。あ、出て出て初めてしました。これこれ来たことない子。来た。俺代表とか言ってた、俺。こうか。来たことない子、ちょっとすぐ LINE ちょうだい。で、今月こくれる子がいいわ。今月来てくれたらいいよ。すごい嬉しいよ。はい。はい。ね、なんか特典。じゃあ今もうここの1週間で LINE くれたら。あー、うん、どうします。初回自腹。初回自腹。いや、もうそれもう3人で決めよう。そしたら、まあ、そうですね。俺もそうするよ。そしたらどうしよう。なんか言って。なんかいいっすね、一、うん、人ずつ。もし来たら一人ずつじゃない。俺なんか決めづらいじゃん。俺なんかそんな、なんか、あ、そうか、そうっすね。まだ見ぬ来たことない初回様に代表なのにガスガス言ったんで。ぶっちゃけまあまああるっすね。90分3000だから、うん、1000円みたいな。俺らが怒るよ。1000円みたいな。でもそれ隼人に連絡行くんでしょ。あ、じゃあ1000円出して1000円出すのね。え、マジのやつ言っていいすか。あ、それダメ、ふざけたことです。いやいやいや、マジのやつ言っていい。なんか買い物サービスとか。で要するに自腹でしょ。なるほど、マジのやつだ。関節キスでいいすか。いや、求めてないから普通に。関節キスします。関節キスします。関節キス。どっち見てる。こっち見た、右見た。いやいや、下下だよ。下全然。じゃ、そこじゃないから。え、どいや、でも待って、しかもこっちか。しかもキスじゃなくて関節キスなんでしょ。はい、別にどうでもいいわ。投げキスしてよ。じゃあ一回投げキスしてよ。うん、飛ばしてよ。あそこ下のやつ。これちっちゃいやつか。うん、ああ、でも、でも下のやつ目がやばいこれっすよね。うん、ちっちゃいやつですよね。え、上じゃないですよね、下っすよね。あ、上だ。こっちっすか。上だ。あ、上っす上だ。か、もう良くないですか。もうやるんすか、これでキスやつ。じゃあ一回キス飛ばそうよ。一回飛ばしてもらう。一回先輩の魔法が。いいか、早く。で、関節キスする。今日捨て替えです。やばいな、信じない。でも楽しい、ちょっと俺自分で楽しいんだ。すいません、今日こんな感じでお送りします。はい、かわいそう。かわいそう。かわいそうはやばいよ。肝とかの方がまだ嬉しいよ。かわいそうはやばい。テキーラサービスマジでやってるじゃんね。あ、テキーラサービスでいいの。え、全然。え、でもこれテキーラサービスくらいでいいよって書いてくれてる方はきっと担当いるでしょ。まあ、そうですね、全然。黄色ね。あ、もうラスト10分ぐらいだから。ウェルカムサービス。そうだね。はい、じゃあもう来たことない子は僕ら誰かにね、この中の
誰かに LINE してもらって、初回でご案内でしますので、あれだね、1000円ずつおごり、1000円ずつおごるの、全然出します、1000円ずつおごって、全然出す、アランの間接キス出す、そうですね、間接キス、もう直接はしないんで、直接はしないんでね、そう、あの間接キス、なんかグラス飲んだとこ俺が飲むとか、なんかそういうやつ、罰ゲームみたいな感じなんない、大丈夫、大丈夫です、なんもないやんな、結構、うん、俺もだってアランと間接キスしたいもん、結構贅沢なサービスもしたいよね、僕もしたいですね、うん、間接キスしたい、なんならお金出すよって、すげえ贅沢だと思うよ俺は、うん、ぜひね、あの、うん、男もいけます、いい口紅してんだから、男もいけ、男もいけ男もいけます、いけます、うん、来たことある、ある人にもサービスしてよ、誰担当、誰ですか担当誰、それによります、担当によりきりあの、すげえわかります、うん、担当誰ですか、確かに、やばいな、そう、はい、ギリアウトだって関節キスギリアウトだって、誰の関節キスなら今塩桜って来てるんですよあ、アランと関節キス違うですよね、姫でしょ、姫が今しようよってことじゃないですか、したいなみたいな、3人でキスして、おっと、すみごめんなさい岸原さとみとか言うから、いや、しょうがない、だって盛り上がってないもん、確かに、うん、盛り上がってないもん、それぐらいなんか体張んないと、まあ、視聴者の方は納得しないと思う、でも、うん、カズマさんが見てるカズマさんが見てる、本当マジですかカズマさんが書いちゃってる感じですか、名前出して見に行きたいわ、ありがとう、カズマ、ありがとうございます、ズマさん本当に今起きたのかな、カズマ、ジャム休みだったからね、あ、あ、そっか、そうそう、ジャム休みだった、普通にか、ジャム休みだった、普通にだ、うん、間違いない、いや、俺ね、ディアズの番組はね面白いと思うんですけど、ディアズの10ゲーム好きだし、はい、あの、なんか一発ゲームめっちゃやってた時あるじゃん、あー、そうそう、うん、なんか 見た記憶もあるような、あれ、すごかった、で、クリスがすごい散らかしに来るよね、たまに、クリス、クリス見てんのかな、クリス君見てないんじゃないですかね、この間やばかったよね、普通に、さっき起きました、笑ってきた、そうでしょ、おはよう、おはようございます、うん、いや、まあ、そう、カズマで思い出したんだけど、次の18、19日が、オールリンクス、ああ、そうだ、出た、そうですね、合同営業しますので、ぜひ来てください、ちなみに僕ジャムいます、あとで、僕もジャムなんです、あ、そうだ、え、俺もジャムなんだけど、はい、カズマさんもジャムなんです、全員ジャムなんです、あ、一緒だ、ジャムに集合ですね、ジャムに集合、ね、ちょうどいいやん、自腹出しますよ、いやそこで自腹出すよ、マジで3人来たの、あ、え、マジでジャム、僕もジャムです。お二人です。あと春です。ああ、まあの。一応あのアルバイト。マジジャム。はい。はい、マジジャムって言います。本当に。マジジャム。マジャム。はい。ジャムにここら辺とカズマと集合します。あ、そうだ。そうですね。これ代表にいたんですよ。あ、本当。全たまたまジャム組が。うん。そう。そう、オールリンクスって言って、僕らジェントリー、うん、ディアーズ、ディアーズ13、ジャム。よ、4ってことだよね。4。クレイジー参加しないで。3じゃない。3ですね。3? ディアーズ、ジェントリー、ジャム、あとディアーズ13がごっちゃになって、あとクレジモス、箱はクレジモ、あ、5店舗が3個の箱でやります、うん、あ、はい、クレジモか、はい、クレジモス、じゃあ5店舗、いや一部で来るんだ、はい、5店舗で、うんうんうん、すごい多分どこの店舗も面白いですけど、でごちゃごちゃになって、はい、あの3店舗で営業するっていう日なんで、ぜひ来てください、18、はい、ミクルさんもいます、はい、ジャムに、はい、まあその時凍結濃厚は絶対カズマが書いただろう、うん、絶対そうだ、絶対そうだ、さっき安もっとって書いてあるでもまあまあ確実やん、どこの店舗面白いけどジャムが一番盛り上がる、太陽君いないと頑張れない、はい、太陽君どこだ、それは多分太陽が書いてると思う、ああなるほど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 、はい、みんな盛り上げてくれてありがとうございます、はい、カズマ場内するからもうまずカズマさんが、カズマが書いてる、まカズマが書いてる、何確実に面白い、そう、まあそ そういう感じでね、オールリンクスやってるんで、来てもらえた、で その日はね、専務と社長のバースデー、あ、そうですね、ラストリオ社長、友谷専務とリオ社長のバースデーイベントと、まあ、シャンパンファイトの最終日っていう感じあるんですよね、罰ゲーム的なのが、はい、そう、負けた方がと、うん、僕は多分3日酔いになりますけど、ね、すると多分18、19、本当3日酔いっす、
え、なんかその営業終わりの酒を飲まなければ絶対二日酔いとかにならない君は。そうなんですね。ガチ注意しちゃった。でもなんか多分ガチ確かにその18、19分かるんですよ。18に関しては鳥の市やってるから。あー、それは行く。それはさが死んでたとしても、日曜日死んでたとしても、まあ鳥の市やってたしなってなるから、まあ仕方ないなっていう。でもまあなんか、うん、今年行ってない。寝起き早く。誰が寝起き早く。寝起き早く。鳥の市行きたいね。鳥の市は営業前ですかね。だからあのまだ熊で買ってないんで、熊で買いに行かなきゃいけないんですよ。普通に。うん。あ、じゃあちょっとまとめないとね。そうですね、だからこれは。うん。いいね。熊で買いに行きます。はい、あの鳥の市。鳥の市やっぱみんないるからね。みんなで買いに行こう。熊では大事っすね。ね。はい。めっちゃ売れる。それじゃあ、あの鳥の市であったらあのニコ生見たようでビールとかお酒おごるんで、はい。何も。また来週も見てください。それでは、あの18、19日のオールリンクスよろしくお願いします。お願いします。それでは最後にもう一回いきましょう。 SBL 東京のスキニー、イエーイ。